レストラン関係で言えば、もうそこではアルバイト先で食事もできます。ね。で、一番人気がレストラン関係。で、次は、例えば、大きなスーパーマーケットとか、例えば、マクドナルド、ね。例えば、コンビニエンスとか、セブンイレブン、いろいろ。しかし、さっき言ったように、